大川神経バランス整体横浜院さん3本目の動画になります。はい、今回もお邪魔させていただいております。片津、果たして直すことはできるのか。前回までの動画は概要欄をチェックお願いします。はい、翔平、前回の動画でブリッジを試みましたができず。はい、そして力が抜けないときはアッカンベイをする。これは驚き。はい、そしてさらに今回も驚きの施術が出てまいります。本編へどうぞ。実際にフォーム的なところで、はい、ここ、はい、ちょっとトップ作っちゃいましょうか。はい、ここを引いて、はい、でトップで止めてもらってイメージですね。でこの時に実はここなんですよね。肩甲骨が後傾してこれ内転って言って、ここに入んなきゃいけないんです。あトップで、そうです、そうです。でこっから回っていくからこう腕が上がってくる。でトップの時こうイメージなんか肘がみんなこう上げなきゃいけないっていうイメージがあるんですけども、そうっす、うん、あの肘上げると肩甲骨寄せられないので構造上、プロ野球選手とか その投げ方の動画とか、ね、あのコマでも見てるとトップの時結構肘がみんな下がる。あこっからこう上がってくるんで、なんか昔あった昔今日引きすぎてるんですよ。ああ、はい、これとは違いますよ。肩で引くと肩壊れます。ああ、だから根元から今ここから肩が生えてるイメージで根元からグッと、ああ胸が残ってるんですね。ああそう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 です。肩だけで引くとまあ痛めるんで、確かに今までこうしてました。そうですそうです、今までこうやってやってたわ、うん、大げさに言うと左、はい、左肩をこっちに寄せるっていうような、はい、左も実は結構こう壁作れっていう方いらっしゃるんですけども、はい、壁作っちゃうと触れないんで、うん、実は左の肩甲骨も寄るから、じゃあ壁どこで作るのって言ったら後ろの肩甲骨ですね。ここが寄ってればこう行くんですよ。ああ確かに、はい、確かに、ここが我慢できてる、ここ我慢してるからといかないってことですよね。そうですそうです。ここが要はここの面積を広げたいんですよ。あで回っても残ってるんですよね。リリースのエッジ作っちゃいましょうか。でここでグッと力入れてます。これ今肩でいってるんですよ。確かにちょっと痛み出るんですよ。そうですでってなったらさっき寄せたじゃないですか。はい、で寄せたままイメージ回ってください。寄せたままでこれで力入れてください。あそうですそうですそうです。違い分かりますか。分かります。こうはまってるんで入るんですよ、はい、力が、はい、確かに確かに確かにはまってるこの状態で、うん、こうなった状態でいくとやっぱ、うん、そうですそうです力伝わるかもしれない、うん、でさっき、うつ伏せになってもらっていいですか。はい、存在して上に上げて上げちゃいましょうか。で耐えてください。はい、これ入るの分かります、さっき。はい、でこれが入るとさっきこのリリースがうまくはまってくるんで痛みの軽減にはつながってくるかな。なるほど、うん、ちょっとボールまた投げますか。そしたらはい投げちゃいましょうか。またちょっとトップを作って、はい、要はこの 0. 何秒の世界で腕の位置がどうとか、多分、ね、野球ずっとやられてるって分かるんですけど無理じゃないですか。 そうです。そんなことしてる場合じゃないじゃないですか、はい、ってなったら要は繰り返しさせて体に記憶させて、あとはもう考えずに投げる、はい、パターンが一番いいので、あいいですよ、はい、でトップを作っちゃってトップで止めちゃいましょう。息吐きましょうか。鼻で吸って。で、こっから投げちゃいましょう。そこからスタートして。あ、そうです。で、ちょっとこれ繰り返します。はい。通り道をつけちゃいます。肩甲骨。そうですね。はい、ボーン。はい、次です。感じる、多めを感じる、うん、あと結構
選手によっては指のかかりが変わりますっていう方が多いですね。重かったって。ああ、そうそうそうです。手応えを感じる。はい。超感じた。どん。そうそうそう。全然違う。いかに肩と肘にストレスをかけずに腕を振るかって言ったんですけど、ここです、根元です、根元、背元です、体幹です。あ、しっかり、そうです、肩、肘は付属品ぐらいで思ってくる。あ、そうです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 、もうまさにおっしゃる通りです。あー、OK です、OK 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 です。今めちゃくちゃ綺麗だった、どんな風に。で、そしたら、あの寄せるとか考えて普通に投げちゃいましょうか。はい、今やばくなかった。切れた瞬間がもう、うん、最初と比べて全然違う。あ、それ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 、大丈夫で、この段階でもし痛みが出るんであればまたさっきのをもう一回やり直して、もう一回投げるで、こう何回もこう繰り返してると、どん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 その距離が出てくるかな、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと場所的にちょっとこれが距離限界なので、はい、あれですけど、あの現場に出た際はそういう感じでどんどん距離を出していってあげたらいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、いやすごいよ見たでしょ、うん、見てたちゃんと。いや見てたよ食いついて見てて最初と今の全然撮ってない。ああ、そうですよね。たぶんそこからこれは見たよく分かるかな。すごい、ここ後ろやっぱり。でもだから一回そう、投げる前にそっぽのところでカスが一回入れた方がいいんだよ本当に、そうそう、ね、そうです、あのうちカスが、うん、そうそうなんですよ。で、これを肩じゃなくてこういきたいんですよね。結構カスがのカスカスは結構理にかなってるなって。あれ一番いいだったんだよ。そう、結構前転体操とかも、うん、あれ肩回してんじゃなくて、ここ、ああ、こっちで、そうですよ、やってること、こうやってるけどね。はい、じゃあでもこうだって、そうですね、お願いします。かっこいいわ、全然違う。胸がこっちから見るとすっごい腫れてるのが分かる、うん、なんかこのここ投げる時の、はい、ここのトップの位置がやっぱ、はい、全然違うなって今。あ、体も流れてないです。止めてたのさっき、じゃなくて普通に動いた時のこの連動した時の位置が外にいつも違う場所にいるなっていうのが今、はい、感じだ。素晴らしいです。お気に入ってる感が全くない。そう、うん、最近ずっとずっと最近大きいですよね。あ、こうやって、そうや、痛いからそうですよね。こうそうやね、そうそうそう、しっかりこう、根元から投げる、根元から、はい、で前で離せてるっていう風にも見えるかな、うん、楽しみだな、明日やってみてください。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、はい、というわけで本日はですね、大川神経バランス整体院さんで、肩の方を見ていただきました。本当1年前と今で、あの治療法っていうんですか、もうレベルアップされていて実際僕も去年の段階でめちゃめちゃ良かったんですけど、はい、今日 の, その施術法をあの、ね、びっくりしましたし、そのこの後日、まあ、また投げると思うんですけど、はい、その時がめちゃめちゃ楽しみなので、はい、あの本当多分肩とかあの肘とかあの困ってる方絶対あのいると思うんですよ、はい、ぜひとも皆さん大川神経バランス整体院さんに、はい、お越しください。この院自体は、はい、何曜日やってるとか、ね、お休みとかってあるんですか。あ、定休日は特にないので、もう完全予約制で1日5名まで限定で、あ、はい、させてもらってますので、はい、あのこれあの公式の LINE があるのでそちらいただけたら、はい、予約取れますので。わ、はい、かりました。公式 LINE と、はい、インスタグラム、はい、動画のリンク貼ってますので、コメント欄に貼っとこうかな。たまにはコメント欄にも、はい、見ると思うので、はい、コメント欄にも貼らせていただきますので、困っている方はぜひとも、行ってみてください、はい、ちなみに僕埼玉から今日車で3時間ぐらいかかってきたのでそれでも、はい、もう来る価値めちゃめちゃあります。投げるが一番やっぱりね、みんなやることなんで、それができないでそれ以外でってなってると、やっぱりどうしてもやっぱ
投げたいって気持ちはやっぱあると思うんで、そこでもう大川先生にちょっとお願いして、投げるようになって、また野球を、熱をね、どんどん上げてほしいなと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、後日ね、続きがありますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それでは、チャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あしゃーイさあ翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。